皆さんこんばんは。レトロゲーム大好きはるまりことはるきんまりです。さあ本日はですねこちらの ER カオフで遊んでいこうと思うんですけれども、今ですね1回15分ぐらい録画撮って録画ボタンを押してないことに気づくというね、もう精神的には最悪の状態でございます。ですねこちらなんですけど、アーケード用としてはね1985年に出た、アクションゲームになっていて、ファミコンにもね、リメイク移植っていう感じでね1985年に出ているものになっております。結構ね王道の、まあ、レトロゲームで有名な感じかなと思うんですけど、なんか結構ね、難易度高いよね、と思ってます。アーケードは、敵が11人なんですけど、ファミコン版は5人ね、敵がいるというような形で、主人公のウーロンが、武闘家をどんどん倒していくというような物語になっております。さっきね、3面まで行ったんですけどね、多分録画できないでね、やり直します。悔しい。では、スタート。でも、ちょっとコツはね、私掴んでますよ。はい。こうやって頭を、やばいね。やばいね。これもう、ダメなんだよ。一回こっちのペースに持っていかない限り勝てないんで。ね。即死。いいよ。このジャンプキックが意外といいんだよね。で、こうやってキックを入れたら逃げる。入れたら逃げる。これよ。基本的に私の、こういう格闘系のゲームのスタイルは、こうやって入れたら逃げる。ウルトラマンも一緒。ウルトラマンのゲームの時もそうでしたけど、あ、やば。蹴って逃げる。蹴って逃げる。蹴って逃げる。蹴って、蹴って、よし、かっこいい。めっちゃかっこいい。ドゥルンドゥルンドゥルン。よし。勝った時の笑顔がいいよね。で、こいつは、ジャンプして、蹴る。ジャンプして、避けて、蹴る。避けて、蹴る。避けて、蹴る。やばい、向こうのペースだ。避けて、蹴る。距離感むずいんだよな。蹴る。避け、避け、よ。ジャンプしなくなっちゃった。避けて、蹴る。避けて、蹴る。避けて、蹴る。あ。むずい。でもね、いいんですよ。これで勝てるから。避けて、蹴る。避けて、蹴る。避けて、蹴る。これはもうリズミカルに行ったもん勝ちですから。避けて、蹴る。よし。避けて、蹴る。避けて、蹴る。避けて、蹴る。あ。あとちょっとじゃん。蹴る。やったー！ディ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 。めっちゃ勝ってるじゃん。さっきより調子いいかも。さあ、ステージ3です。こいつ結構むずいんだよな。ちょっと、倒し方がわかんない。近距離か。危ない。一回逃げよう。ちょっと頭蓋骨に響きましたね、今の攻撃は。はいね。よし。あ、よしじゃないわ。こっちがやられてたわ。ちょっと、飛距離があるのずるいな。いて。いて。最初よかったのにな、結構。よし。あ、いて。今互角ぐらい？ああ、分かってるね。いて、なんかそれ長すぎない？ああ、こっちじゃなかったか。
私にはちょっと当たってる風に見えるんですけどね。あー頭蓋骨。逃げよう逃げよう。あー遅い。やばい。あー当たってない。いいよ。あー逃げよう。いい、勝てるかもしれないな。いって、互角互角互角、勝ってる。むしろちょっと勝ってる。決めろ。やったー、嬉しい。3人目倒した。ボーナスステージ、ボーナスステージ。あ、あ、ちょっとごめん、ボーナスステージ初めてで。女の人だね、強そう。あ、なんかさ、ウーロンもさピンクになってるね。そういう技あんの？手裏剣じゃないそれ。でもあと一発。あ、簡単だった。この人一番簡単だった、忍者っぽい人。やった、嬉しい。ついにステージ5ですよ。絶対むずい。え？なんか浮いてる人いたんだけど、さすが武闘家だな。これはジャンプで避けるのか。あー痛っ。それちょっとずるいな。ちょっと面白いもんねその技。あよいしょ、ちょっと面白いもんね。あーん、あ、痛っ。ちょっとその、ほんとその面白い技やめてほしい。笑っちゃうから。そんな浮く人いる？よし。確実に上手くなっている私。あ！痛いな。でもあと2発ぐらいのはず。で、飛んでくるでしょ、多分。よし！決めた！いや、私、やるカーフ知らないうちに上手くなってるわ。これで全員の敵倒したんじゃない？でーん。あれ？あー、そうだよね。オッケーオッケー。2周目が始まりましたね。とりあえずもう、5人の敵は倒しましたね。嬉しい。ちょっともう満足感がすごい。今までめっちゃできなかったリアルカンフー、ほんとできなかったんですけど、ちょっとねコツをほんとに掴んだ感じがするね。コツは逃げるですね。こうやってめっちゃ嬉しい。やった。はい、ということで本日はちょっとイヤルカンフーの方でね、久しぶりに遊んでみましたがいかがだったでしょうか。動画にしたのは初めてだと思うんですけど、結構ずっとね、あの苦手意識が個人的には強かったゲームなんですが、意外とできましたね。とりあえず全員の敵を、やっつけるところを見ていただけてよかったかなと思います。ということで本日は以上、ご視聴ありがとうございました。